今日の試合振り返っていかかがででしょうかそうそすね、まあ、先制点を取ることができて、まあ、流れは悪くなかったんですけが、まあ、自分たちの課題である後半の入りのところでまた失点してしまって、まあ、そこから、まあ、自分たちで立て直すことができて失点その後しなかったとっいうのは、まあ、良かったところではあると思うんですけどやっぱり立ち上がりのところがまだまだ課題かなと思います。 前半のゴールシーンを振り返ってもらえますか。そうですね。まあ一番初めボールをもらったらもう縦に仕掛けようっていうのを思ってたんで、まあ自分の持ち味が出たいいシーンだっまあ思い切り振れたんで良かったなと思います。昇格争いをしている長野からのこの勝ち点1どのように受け止めてますか。まあ本当だったら勝ち点3取りたかったところですけど、まあやっぱり最後の試合展開。 押されてた中で守りきって勝ち点1取れたのはチームとして今後につながるものかなと思います今日もあの遠い盛岡からたくさんのサポーターが来てくれましたメッセージお願いしますえ本当に盛、まあ、岡からですとまあ毎回、本当に遠いと思うんですけど毎回来てくださるので次節、ホーム琉球戦は必ず勝ち点3取れるように頑張りたいと思います。